皆さん、こんにちは。再びミュージックスクールギター科講師の滝沢でございます。今回もまた歌い手とカバーの解説ということで、ちょっくら前にアップロードした To You という曲の解説をさせていただこうかなと思います。To You。今回もね、またすげえむずいんですけれども、とってもためになると思いますので、よかったらコピーをしてみてくださいませ。ちょっとその前に前置きをしていいですか、前置きを。すげえむずいけど、すげえためになるというのは一つの前置きなんですが、僕がこう行く先々でこう演奏したりとかするとよく聞かれることがあるんですよ。竹谷さんが使っているコードってなんかすげえいつも変なコードですけれども、どういうテンションを使っているんですかとか、どこで覚えたんですかとか、なんかそういうのできるようになりたいんですけど、どうやって練習したらいいんですかなんていう質問をよくいただくんですが、もしかしたらこの動画をご覧いただいている皆様もそんなことを思ったことがあるかもわかりません。この To You を片っ端からやっていくと、練習していくと、その僕がどういう考えでコードに対してアプローチをしているのかが分かってくるかと思うので、そういった意味でもすごいためになるかと思います。滝沢流コード弾きってわけじゃないですけれども、僕はいつもどういうふうにどう考えてそのコードを弾いているのかというのがだいぶ見えるかと思います。ところどころ理屈っぽい話が出てきたりね、すごい難しい運指が出てきたりとかして大変なんですけれども、ちょっと頑張って、ステップアップのためにやっていただければなという感じです。目安としてもね、セブンスとかもシャープ、フラットついてても全部コードが分かるとか、オンコードとかも分かるとか、もうアドナインとかも分かるし、サスポとかも分かるしっていう感じで、もうテンションに関して、もう大体ざっくり、理解をしている前提で話を進めていきますので、ちょっとついていけない方は頑張って目コピをしてくださいませ。そして画面のズババババーンという感じで、お手元も高画質でお見せしながらやっていきますので、レッツ目コピでございます。では、前置きが長くなりましたからやってみましょうか。最初、イントロからスタートします。こんな感じです。こんな感じ。最初は D フラットからスタートですね。で、その次 D フラットから。G フラット、オン D フラット、このフォームです。で、そのままメロディが小指が下がって、これは何だろう、コードネームが分からないですね。A フラット、オン C です。A フラット、オン C。これとこれとこれ。で、その次 B フラットマイナーに行くと。で、メロディーがこのパーンパーンパーンなんで、こっちの B フラットに行ったときにその2弦の音とか鳴らしたくないわけなんです。頑張って3弦まで鳴らす形で弾いてみましょう。で、うまく弦を狙って、こんなメロディーを弾きます。D フラットオン A フラット。こんな感じです。人差し指で制覇しちゃっても大丈夫です。でもちょっと自分はこの2本弾くと音が重すぎるなと思ったので、こんな感じで弾くことが多いんですけれども、もしくは人差し指の腹はミュートするとか、そんな感じですかね。で、いよいよ、やっと普通のコードが出てきました。G フラットです。で、G フラット、人差し指でやってもいいです。親指でもいいですし。で、その次、G フラットの後に、ちょっとメロディーっぽく、これを入れます。で、親指とかでちゃんと、ね、ミュートして、余計な音が出ないように気をつけましょう。で、その次。これは A フラットのナインスかな？で、最後に D フラットのコード。落ち着いて終わると。こんな感じです。もう一回ゆっくりやってみましょうか。最後に D フラットアドラインとかをちょっと混ぜ込んで、
イントロが完成という感じです。まあね、この D フラットっていうキー自体が、ね、そのギター向きじゃないんで、もうね、すごい難しいですよね。開放が一切使えないので、もう全部押さえなきゃいけないと。なので、まあ、必然的に制覇が多くなったりとかしますし、運指が多くなってきます。で、ちょっとお気づきかもしれないんですけれども、その押さえることよりも余計な音を鳴らさないっていう動作の方が実は難しかったりするんです。鳴らす音はしっかり鳴らす。でもこれは割と簡単。けど鳴らしたくない音は鳴らさない。これが意外と難しい。さっきの途中のとか行くときとか、この親指でちゃんとミュートしたりとか、この小指の腹とか親指の腹とかを使って、この使わないところをミュートすると。という感じです。これがイントロです。では次、A メロ行きましょう。順番に行ってみます。まず最初 D フラット、これは普通です。で、その次 E フラットマイナー、これも普通。で、なぜか1弦は弾かないようにしているかもしれないです。で、その次 G フラット、これも普通。で、その次 A フラット、これも普通。でもその後、この合間のコード、ここから、この合間の音、これなんかこのパッシングコードとかって、パッシングコードなんて言ったりとかするんですけれども、ただ自分はよくこんな方法を使うんですが、コードでも忘れました。なんかいろいろ複雑な名前になるんです。まあ、この A フラットから B フラットに行く合間のコードです。A なんたら。で、その次、B フラットマイナー、11かな。で、その B フラットマイナー7、B フラットマイナー7サード11のオン A フラット。で、その次 G フラット。で、その次は普通に D フラットオン F。D フラットとオン F。で、G フラット行って、で、普通に A フラットオン G フラット。この A フラット7に対して、まあ、オンコード、まあ、G フラットがつくと、まあ、こういういわゆる普通のオンコードですね。で、その次 F マイナー7です。別にこんな押さえ方じゃなくて、こういう押さえ方でも全然 OK です。で、その次 B フラットマイナー。で、その次 B メジャーセブンスですね。B メジャーセブンス。メジャーセブンス系のコードの場合は、こうやって押さえることが多いんですけれども、あと、こうやって押さえることも多いです。親指でルートを押さえて、まあ、メジャーセブンス、サード、フィフス、メジャーセブンスみたいな感じで、メジャーセブンス感をすごい出したようなボイシングですよね。で、その次は G フラオン A フラット。で、このまま人差し指と中指をこう下げると、何になるんだろうな、これ。G フラット、G フラット、ナインス、アド、アド、何か。サーティンスかな？そう、セーブ。まあ、G のセブン、G のルートがあって、セブンスがあって、フラットナインスがあって、フィフスがあって、で、このサーティンスがあると。で、フラットナインスとサーティンスがつくのかな。
まあ、何かです。G フラット、A フラットの何か。そんな感じです。で、また次2周目、同じコードをしばらく続けます。途中までは全部一緒です。パッシングコード来て、次、D フラット、F、またオフコード来て、F マイナーから B マイナー。で、1拍ずつ、コード進行していきます。D フラットマイナーセブンス、F マイナーセブンス、で、G フラットメジャーセブンスの、G フラオン A フラ。で、D フラットに戻ると解決です。で、ちょっとサスポートが入れてる。なんかサスポートが入れちゃったりとかして、ちょっと遊んじゃうみたいな感じです。で、その次、Bm7 です。Bb7、B メロですね。ちょっとやってみます。こんな感じです。やってみましょう。まず、Bm じゃないや。あ、Bm でいいんだ。Bm7から、オンコードにして Fm7 です。で、その次、G フラットメジャーセブンスから Fm7、E フラットマイナー。で、ちょっと上の方に行って Fm7 弾いて、B フラットマイナーセブンス。で、G フラットメジャーセブンス弾いて、E フラマイナーセブンスと。で、さっき出てきたやつですね。G フラットオン A フラ。で、サビにつながるわけです。ちょっともう一回やってみましょうか。ゆっくり Bm いきます。こんな感じです。で、その次サビに行きます。ちょっと弾いてみますとこんな感じ。やってみましょう。まあね、すでにもう出てきているコードがたくさん出てくるので、ちょっとザザッといってみます。まあ、最初は D フラット。続いて F マイナーから D フラットマイナーセブンス。G フラットメジャーセブンスから、オンコードですね。A フラットオン G フラット。F マイナーセブンスから B マイナーセブンス。で、またメジャーセブンスですね。G フラットメジャーセブンスから G フラットマイナーシックス。できます。G フラマイナー6。で、また F マイナー7に行って、B フラとメジャーマイナー7です。この辺は一緒です。で、その次、ニューカマーがこれです。ニューカマー。G マイナー7フラット5。G に対して、7マイナーサードがあって、ここのフラット5。このフラット5セーブがなければね、普通の G マイナーなわけですよね。けど今回は G、フラット5で登場。G マイナー7フラット5からさっきの、G フラットマイナー6。で、その次 G フラットオン A フラットからこの謎テンション。
感じです。で、また D フラットマスターとして。で、ここで B がセブンスになります。1回目の時は。感じでマイナーセブンスなんですけども、2回目の時には、という感じで、ここがセブンスになると注意って感じです。コーラスを取ってる人、まあ、動画の場合だったら僕ですね。僕があのメロディーで、メロディーじゃないか、ハモリをするわけなんですけども、この音がハモリのメロディーになるんですよ。なんで、ここ間違えるとすげえハモリと超ぶつかることになるんで、間違えないでくださいませ。と、2回目の時にはセブンスがつきます。で、その次。一緒ですね。フラット5からマイナー6になって、また A フラオン、G フラオン A。そして D フラットで終わると。という感じになります。どうでしたでしょうか。まあ、普通に超ムズって感じですよね。超ムズって感じですよね。とりあえず、1本目の動画では、その女性キーのパート、まあ、キーが D フラットのところですね。で、終わりにしようかなと思います。2本目の動画で、その男性パートのところ、G フラットのところをやって、で、ラスサビ、キーが D になるところですね。ここのところは割と簡単なんで、ささっとやって終わりにしようかなと思いますので、まあ、2本目の動画もよかったら楽しみにしておいてくださいませ。それでは、ちょっくら長くなってしまったんですけれども、最後にもう1回。ざらっと弾いてみたいと思います。イントロからいきます。ゆっくりいきます。よく見てくださいませ。ございます。ストロークの方とかは、ね、そんな難しくないので、ちょっとこれは割愛させていただきます。なんとなくここジャガジャガとやってみてくださいませ。それでは、1本目の動画は最初の女性パートのキーが D フラの部分という感じでございました。何度も言うんですけども、超むずいです。超むずいです。けど、
すごいためになりますので、よかったらチャレンジしてみてくださいませ。それではまた違う動画でお会いいたしましょう。さよなら。はははははははい。